プロテアーゼ活性化需要体は、細胞外ドメインの一部の切断によって、活性化される G タンパク質強約需要体のサブファミリーである。結晶板で高度に発現しており、血管内皮細胞、筋細胞、神経細胞表面でも多く発現している。プロテアーゼ活性化需要体ファミリーには、哺乳類では4つのメンバーが存在する。人では、パール1、パール2、パール3、 パール4であり、これらの遺伝子は19番染色体に位置する、階に RL3 を除いて、すべて5番染色体に位置している。7回膜貫通型 G タンパク質協約受容体、スーパーファミリーのメンバーでもあり、体中で発現している。パール1は、人の結晶板上のトロンビン受容体として1991年に、初めて記載された。 1994年にはこのファミリーの新たなメンバーが発見され、S ニステッドはこの因子を簡潔に、プロテーナーゼアクティベイティッドレセプターにと名付けた。パール1のノックアウトマウスを用いた実験により、パール3とパール4が発見された。パールの活性化によるシグナル伝達プロターゼ活性化受容体は G タンパク質と協約した。 内在性膜タンパク質で N 末端の特定の配列が切除され新たに形成された N 末端配列がリガンドとして細胞外ループ2の保存性領域に結合することによって活性化されるこの結合はパールのコンフォメーションに特定の変化を引き起こし細胞内の G タンパク質に対する親和性を変化させる分子クローニングによって これまで4つのタイプのパール受容体が同定されており、活性化を行う主要な酵素に従って分類されている。血液業コカスケード、免疫細胞、消化管の内在性プロテアーゼなど、大規模なプロテアーゼ群がパール受容体の切断と活性化を行うことが決定されている。一方、昆虫、細菌、植物や菌類に由来する、 外因性のプロテアーゼによって特異的に切断され、不可逆的に活性化される場合もある。パールは主にトロンビニやトリプシンによって活性化される。これらの酵素は、受容体の N 末端を切断し、新たに形成された N 末端は、テザーリガンドとして機能する。切断状態では、受容体自身の一部がアゴニストとして機能し、生理学的反応を引き起こす。 パールファミリーの大部分は、G 型、G12、G13 型、G9 型の G タンパク質アルファサブユニットを介して、細胞へ作用を引き起こす。パールが様々な細胞に分布していることからは、パールが消化管の整理に関係した多くの過程にも、関与していることが示唆される。パール活性化の主要な機構は、タンパク質分解であるが、切断後に形成される。 新たな N 末端配列を模倣した合成ペプチドによって、タンパク質分解を伴わずとも、パール2需要体を活性化することが知られている。人の父から単理された TFF3 は、こうした方法で、小腸上皮細胞 HT-29 のパール2需要体を活性化すると推測されている。TFF3 は、小腸上皮細胞のパール2を活性化し、 ディフェンシンやサイトカインなど自然免疫に関係するペプチドの酸性を誘導することで乳児の免疫系に関与している可能性が示唆されているトロンビンの細胞に対する影響はパールによって媒介される血小板におけるトロンビンシグナルの伝達は止血や血栓形成に寄与する内皮細胞のパールは血管緊張度と透過性の調節に関与しており 血管平らの目筋では収縮、増殖、肥大を媒介する。内皮細胞のパールは血管のバリア機能の促進に重要な役割を果たし、内皮細胞の接着分子に対する性のシグナルを伝達する。パールは炎症性反応にも寄与する。例えば、パール4は白血球の移動を誘導し、パール2はマクルファージがいるマイナス8などのサイトカインを賛成するのを助ける。 近年の研究では筋肉の成長や骨の細胞分化と増殖に関与する新たな受容体の存在も示唆されている。ありがとうございます。